先週に引き続き今週も東京モーターショー2013をリポート。今回はホンダのブースをご紹介します。ワールドプレミア、ジャパンプレミアのバイクが目白押しのホンダブース、どうぞお楽しみに。さあ、今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さん、バイク乗ってますか？どん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 バイクに乗って表に出かけていきましょう。安全装備よろしくね。安全に留意した状態で周りに優しくバイク乗ってください。よろしくお願いします。バイクなんで何の人生か私がマリトですということでございまして、先週からお送りしております第43回東京モーターショーでございますが、今週もですね、こちら有明にあります東京ビッグサイトの方からお送りしたいと思うわけなんでございますけども、今週はですね、枠にはまらないメーカー本田さんを大フィーチャーしながらお送りしたいと思います。あんなバイクやこんなバイク、それもみたいな形で紹介できればいいかなと思っておりますということでございまして、この後大変東京モーターショー2013では枠にはまるなをコンセプトに掲げ展開されたホンダのブース。そのコンセプトの通り、常識や前例にとらわれない斬新で自由な発想が生んだ独創性に富むモデルが発表されました。ワールドプレミア世界初公開となったゴールドウィング F6C、 グラマラスなボディが目を引くこのバイクからご紹介しましょう。はい、また華やかな舞台の上にやってまいりました。そしてものすごい子がいますけども、この子は何ておっしゃるんですか？ゴールドウィング F6C ですね。すごいですね、 F6C。 さあ F6C を紹介してくださるのはどなたですか？はい、本田技術研究所の中西と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中西さん、えらい子が来ましたよ。はい、何なんですかこの人？いや、これはもうあの見たまんまのマッスルクルーザーです。マッスルクルーザー。はい、いや、でもその、まあ、確かにマッチョな感じはするんですけど、ええ、マッチョですけどすごいグラマーですよ。そうですね、ええ、グラマーですけど乗るとすごく快適に楽々乗れるんですよ。見た目と違って、いや、まあ、あの、まあ、ホンダの、まあ、なんていうんですか、至宝でもあるこの6気筒、はい、それの、まあ、バリエーションといえばバリエーション、はい、という形で考えていいんですか？そうです。まあ、ゴールドウィング その世界観をですね、もっといろんな人に身近に楽しんでもらえるように作ったのがこの車です。いや、とはいえ全然全然キャラクターが違いますよ。あ、まあそうですね、だからあのいろんなキャラクターが違って、 GL はちょっとなっていう人には F6B があったり、あれもちょっとなっていう人にはこれがあったりとか。えらい感じですよ。だってすいいでしょ。いや、ものすごいでしょ。押し出しの強さは半端ない。そうですね、それが狙いです。何ですかこれ？もう見たまんまのこう、ちょっと何ですかね、ちょっとやんちゃな感じですかね。いやって、あの、想像できないです、この人がどんな走り方をするかって、ええ、もうそれはそれはすごい走りですよ。あのゆっくり走ってよしですし、はい、開ければまあすごい加速もしますし、ワインディング行っても楽しいですし。だ、例えばこれ、例えば、まあ、GL がずっと出る、ゴールドウィングがずっと出てきますけど、ね、ゴールドウィングに比べて何キロぐらい軽いですか？あれ何キロって言っていいのかな、大人1人分ぐらい軽いです。わお。はあ、これって今またがって大丈夫なんですか？大丈夫なんですかね、またがって。僕はいいですけど、立てなければ OK。 立てなければ OK。 ではすいません、またがらせていただきます。うわー、あのね、この景色は見たことがない景色です。なんでしょうこれ。あの、ここにうーんと大きい人がいるんですけど、その先にウォリアーって包み込まはる人が前にいたからです。しかもそれが不快かっていうと、ものすごい安心感がある、威圧感がないので、多分積極的に開けていけますよね。開けられると思いますね。でもそこで方向を上げるのは6発なんですよね。ああ、そうですね。ええー、音もすごいですよ。
今までの GU と全然違います音は。あだずるい音聞けないでしょ今かけられないでしょそれはもう楽しみにしておいてください。そうですか、すごい音出ますよこれは。いやもうあのね謎だらけです、謎だらけ。ちょっとでもこれでこのなりでだけどパッセンジャーも余裕で乗れるわけですね。乗れます乗れます。なんかね人によってはなんかなんやろな、すごいグラマーなお姉さん、はい、もう狙い通りです。このタンクのラインなんかいいでしょ、ちょっとこういやいやもういやらしい感じですねそうなんですよすいません。いやでもこれでも男の人が乗るのもかっこいいですけど、女性が乗ってもかっこいいですよね。乗ってもらいたいですねぜひ。相当かっちょえ、これいいでしょう。いやどんな人が乗るんでしょう。これどこが似合いますか、どこ走るとき似合いますか。どこでも合うと思いますけど。怖いわやっぱり夜の街なんですかね。やっぱり夜の街やっぱり夜の街。今年のホンダは夜が似合います皆さんもぜひ夜走り出してみませんか。今週はとことんホンダのブースをリポート。世界初公開のバイクがまだまだ登場しますよ。トランスミッションが6速化され新型メーターが採用されるなど、今回も注目を集めたホンダ CB1100 シリーズ。 CB1100EX をベースに黒を基調としたデザインにまとめられたカスタマイズドコンセプトモデルも世界初公開です。さあ、ホンダさんのブースの中でですね、ある意味異彩を放っているマシンの前にやってきましたということで、こんにちは。こんにちは、二輪 R&D センターのデザイン開発室、宮と申します。これなんていうバイクなんですか。これは CB1100EX っていう、ね、あれでもあの僕あの資料でいただいた EX とちょっと違うような感じがするんですけど、これあのその EX をベースに、カスタマイズした、まあ、提案モデルですね。まだ量産、されるって決まった車じゃないんですけども、それをベースにもっとその若者にも受けそうなちょっとクールでね渋いグラフィックを、まあ、提案として作ったものです。はい、今ですね言葉の端に微妙なニュアンスを感じ取ったんですけど、まだ、決まってるわけではないんですけどもっていうのを僕は聞き逃さなかったんですが、そのこの形のままでなんかどうしてもいいのかなみたいな風潮もあったりするんですか。ね、まあ来場くださった皆さんもそういうふうにおっしゃってるんですけど、はい、まあ、あのデザインからの、まあ、提案っていう形になりますかね、まあ、やっぱデザイナーって常に新しいものをね、世の中に出してより多くのお客さんに買っていただこうっていうのが、まあ、やっぱり目的なんで、まあぜひこういう形で世の中に出したいなというふうに。なるほど、あの今までの形も一つの形だけども、さらにそうですね、そのカスタマイズっていうのはやっぱこういうネイキッドバイクってすごくその、はい、お客さんにとっても楽しみの一つじゃないですか、はい、でそのまあ見本となる一つのまあデザインというかアイデアですね、まあ、それを提供したと。ちなみにだけどそのまあノーマルの形とこれとはどこがどう違う感じなんですか全体的に。まあまずまあ一目で分かるように全体にブラックアウトされたこの黒基調のグラフィックですね、グラフィックカラーリング、はい、っていうかこうエンジン真っ黒って最近。そうですね、あのまあハーレーダビッドソンとかね、はいはまあやってますけども、なかなか国産車でまあこうやってブラックアウトして全身黒ずくめの仕様っていうのはなかなかないと思うんですけど、ね、でもやっぱり今までの CB1100 で大人が乗る上質の大人っぽいみたいなイメージがあったじゃないですか、割とバッドボーイな感じが。そうですね、まあ、大人が乗るって言っても、まあ、バイクに乗る人はもともとそのね、はい、アクティブで元気なその子どもの心を持ってる人が、多いと思うんですよね、はい、やっぱそういうその日頃の生活からこう全然かけ離れたね、はあ、自分のこう世界に入るっていうか、ええ、そういう人たちにやっぱり普段は優しいお父さんだけど、ええ、週末はちょっとね、ええ、悪いお父さんになるっていうか、まあ、そういったちょっと、ね、ある意味コスプレですよね。例えばサングラス一つするだけでも違いますもんね、ええ、あだからそういうライフスタイルを提供したいなと。ちょっと回ってくるねって言ってブーンとちょっと黒いつなぎ革つなぎ着て黒いメットかぶってサングラスしてっていう、はい、いいですね。でカフェでカフェでお茶飲んで帰ってくる。いやーいやでも一人これまたがっていいですか。あどうぞどうぞぜひ。
かれますよ、これも絶対もう間違いないもの、もうそういう格好にもうぴったしですよね。どうすかどうすかどうすか相当いいよ、あのこっから見える景色も悪い、でも極悪じゃないよ、クールなイメージに自分を演出できる、浸っていける感じがする、これいいっすね。でもこれ本当に売ってくださいっていう話にどこに声を届ければいいんですか。いやもうあのこの会場でもね、あのかなりやっぱりいいよねって言ってくれる方がかなりいらっしゃるんで、はい、まあ、それはあの研究所に持ち帰ってですね、はい、あのあそこにいらっしゃる営業の方ともお話をし、やっぱりみんなが欲しいっていうものをね、今度は出していくべきだと思いますから、だいぶこの番組を利用して今いろんな社内的にものを言ってるような感じがしますが、このバイクどっから一番見てほしいですか。まあ、まずやっぱりお店に行った時のことを考えると、まあ、全体の佇まい、このやっぱり真っ黒で統一されたね、この渋い佇まいっていうのはまず第一ですね、はい、で第二はやっぱりそのまたがる時に、まあ、これもこだわったんですけど、はいはい、ステッチ、そう ね、このちょっと白じゃなくてわざとグレーのステッチを使ったというところと、やっぱりこの辺のメーター周りですね、はい、あの乗ってて常に見てるこのメーター周り、この辺がやっぱりね、メーターのダイヤルデザイン一つしてもすごくこだわってる。なるほど、もう一個も気を抜かずに作ったので、はい、一個も気を抜かずに見てちょうだい、そして寄ってちょうだい、乗ってちょうだいっていうところですね。はい、そうです。バシッと皆さんにこれ乗っとけっていう話を出せって言ってくれって言ってあげてください皆さんのね、ぜひ世の中に出してほしいという話が、多くあれば、我々、皆さんの望むものをですね、必ず実現させますんで、ぜひ応援よろしくお願いいたします、はい、あなたの新しいオンオフスイッチ一つ手に入れませんか。デザイン機能性ともにIT 世代の若者たちをターゲットにしたスクーターも登場しました。さて、原付スクーターの中でやっぱりね、注目株なのがこのダンクちゃんでございます。やっぱりね、あのなんですかね、若者をターゲットにしたデザインワーク、ございます。で、ただですよ、機能面ここら辺がね、またね、手抜いてないですね、まあ、メーター周りももちろんなんですけど、この中に12V のソケットがあったり、 もちろんラゲッジスペースも広大ね。この状況があった上で、これは乗り心地がいいんじゃないでしょうかね。お尻にもシートは優しい、もちろんアイドリングストップ機能もついているし、あと、まあ、あのあると便利なコンビニフックも標準装備な形で、まあこういったような、どっちかというと何でしょうね、ミリタリー風に寄った形のデザイン、カラーリングもあれば、ポップな、スポーティーなカラーリングとか、様々なケースワーク考えられる。あとはここからカスタムするのはあなたの自由、あなたの自由な発想でダンク決めてちょうだい。そしてホンダレーシングの名車にまたがりご機嫌の真人さん、さあしばし楽しんだら、まだまだリポート頑張りますよ。乗るの楽しみ。さあ引き続き東京モーターショー2013ホンダのブースから、日本初公開の CTX1300 をクローズアップします。さて、またもやブランニューでございます。こちら社名は何とおっしゃいますか。CTX1300 です。すごいですね。その CTX1300 をご紹介いただけるのはこの方、自己紹介を。はい、あのホンダ技術研究所二輪 R&D センターの長谷川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長谷川さん、はい、こうやっぱりその今までその CTX のシリーズ、700のシリーズは乗せてもうたんですけど、はいはい、その時のイメージとまた随分違う感じがするんです。パッと見てもなんとなく違うなと思わせるのは何が違わせるんですか。やっぱりあの一番大きいのは車格だと思いますね。片や700、こっちは1300ということで、はい、あの車格の違いがやっぱり一番大きいのはそれだと思います。まあ、それから、はい、まあ、車のなんていうんですかね、車格にあった作り込みというか、ほう、そういうところがやっぱだいぶ違うかな。なるほど。でもこうやってパッと見ても確かにこれカウルの、ところの大きいイメージはあるんですけど、はい、さらに銀色のものが見えるんですか。銀色のものが何か見えるんですか、はいはい、これ
って700では見えなかった景色だったよね。そうですね。なんでこのエンジンを選んだかというと、まあ、あの結構2つ理由がありまして、まあ、1つは、まあ、これは ST1300 XRR のエンジンを基本流用してるんですけど、まあ、そこにあのバルタイを変えたりとか、はい、キューハイの職能を変えてエンジンのキャラクターを変えてるんですけど、まあ、非常にあのエンジンの特性が、まあ、車のコンセプトに合うと、その低中から非常にあのトルキー で、まあ、上の方までちゃんとスムースになるという、まあ、エンジン特性はこの車のコンセプトなんだっていうところですね。それがまず一つ。ざっくり今だけど、下から上まで全部パワーがありますねっていう話でしょ。そうですね。あの非常にスムースに回るし、トルクも十分に。この車のまあコンセプトに合わせるように9配の初弦を変えて、さらにあの中低のところのトルクを厚みを厚くして、さらにで乗りやすくしている。ということで、まあ、出場が良かったっていうのと、あとやはりその指摘されたように外観商品性的に、はい、このエバリの効いた外観というやつ。いやでもどうなんですか、これってあのジェントルなイメージなんですか。こう下から見てると僕ジェントルなのかなって思ったんです、でも上から見ると相当悪い感じがするんです。あ、そうですかね、はい、これなんか浸れるよねと思って、であのスピーカーもついてるんですよ。これ内蔵スピーカー。そうですね。オーディオも組み込める。今回あの Bluetooth を使ってですね、はい、まあ、例えばあのライターのポケットに入っている音源から Bluetooth で飛ばして、はい、まあ、スピーカーから音を鳴らしたり、あとここのディスプレイの真ん中にその曲名とかですね、はい、そういうのがこうディスプレイされたり、あとここプレイとかボリュームとか、はいはいはい、そういった操作ができる。すごい手元すっきり、この見える上面にそれを持ってきたってことですか。 すごいじゃないですか。なんというなんかインタラクティブっていうんですか、なんていうんですか、そういうのって。そういうのはですね、なんていうんでしょう、ね、なんていうんでしょう、便利って言うんじゃないですか。便利です。はい、かっこよくて便利で乗りやすくて、なんていうオートバイでしたっけ。CTX1300 です。皆さんぜひ試してみてください。よろしくお願いします。この人が保証します。続いては VFR800F フルカウルデザインとなり、ヘッドライトやテールランプには LED が採用されました。さあ皆さんご覧になってください。ここのところで見てた VFR とちょっと違うと思いませんか。そうなんです、皆さんに近づいたサイズ、ここの長さもちょうどいい。いいですね。これだったらツーリングもスポーツも非常に近いんじゃないかい。そして VFR シリーズにはこちらの車種も加わりました。さあ、ホンダさんが冒険マシンを作るとこうなります。クロスツアラーでございますね。ドーンと大きいなと思うでしょ。なんです、確かに大きいんです、立派なモデルなんです。でもスッと座るともうちょっとかかとが浮いてるぐらいな感じね。え、この状態で乗れるわけですよ。しっかりとフィットするこのタンク形状で、大きくなっちゃうと U ターンとかが怖いよと思うじゃないですか。でもこれなら安心、なぜならデュアルクラッチトランスミッションだから、クラッチレスだっていうところですね。クラッチワークしない分だけ曲がることに集中できるわけです。ぜひともこれはね試してみていただきたいですね。この形で冒険に出かけましょう。その他、発売から半世紀以上にわたり愛用されているスーパーカブの初代モデルや、クロスカブをベースに遊び心あふれるカラフルな彩色を施したクロスカブカスタマイズドコンセプト、黒を基調としたワイルドでクールなイメージのモンキーリミテッド、トレンドに敏感な若者をターゲットに開発されたグロムなど、バラエティ豊かなラインナップで来場者を魅了したホンダブース。展示内容や今後の展望について聞きました。はい、ホンダの東京モーターショーのコンセプトは枠にはまるなと
というところでこちらに映っている背景にもあると思いますけれども、こういったコンセプトでオートバイ二輪部門におきましては多くのお客様に提案できるモデルを多く今回ご提案をさせていただきました。世界初公開モデルが3機種で、日本公開で15機種合わせて18機種のモデルを今回の東京モーターショーにお披露目をさせていただきました。日本の中で特に特徴的な原付一種という 49cc、まあ、50cc 以下のモデル、こちらに世界初公開のモデルをまず一つ入れております。こういったところで日常の足になるようなところに、今回のモデルは若いお客様を、ある程度意識したところで、ご提案をしております。あとそれ以外では、大きなモデル、要するに大きなオートバイですね、排気量の大きい日本でいう大型二輪免許、こちらの免許が必要なクラスにある程度集中したモデルを投入しております。今回の18機種は全て市販予定車として展示をしておりますので、半年1年であればほぼ間違いなく全てがもう市場に出ておりますので、番組内でその車たちの試乗機などは取り上げていただくというふうにお聞きしておりますので、ぜひお楽しみにしていただければと。詳しい情報は、ホンダのホームページまで載って、クリックいただければ、新機種の情報等々も随時アップしていきますのでご期待ください。いやー疲れた、もう興奮しすぎですね。まさかあれだけの物量で来るとは思いませんからね。しかも市販予定車がいっぱい入ってるんじゃないですか。これはもう店頭で迷うでしょう。ぜひ皆さんもですね、見て迷って、実際に行って見て迷って、またがって迷って、エンジンかけて迷って、迷いに迷った挙句、あなたのお好みの1台探してくださいということでございまして、2週目はこの辺りで終わりですが、まだまだ紹介してないメーカーありますよね。紹介したい車両がありますよね。もう1週ここビッグサイトから、東京モーターショーをお送りしますんでね、来週もお楽しみに。ではまた来週、バイバイ。来週も東京モーターショー2013、まだ登場していないバイクをたっぷりご紹介します。お見逃しなく。